はい、どうも、寺子屋さき、寺子さでございます。今回もですね、英語の動詞、時制の未来進行形をやっていこうかなと思っております。未来形シリーズの第2弾という形になりますね。で、まず、ですね、時制をイメージしてほしいので、現在形をまずイメージしていただいて、何秒後、何分後、何時間後、明日、みたいな形でですね、近い未来を表す未来とですね、何年後、何十年後、何百年後、何千年後というですね、遠い未来を表す、この近未来と遠い未来を合わせたものが基本的な未来というふうに捉えていただければなと思います。プラスアルファはですね、今回未来進行形でございますので、現在から遠い未来まで続いているようなイメージ、これを表したのが未来進行形という形になりますよというふうにイメージしていただければなと思います。で、未来進行形の基本構造なのですが、助動詞 will プラス be 動詞プラス現在分詞というような構造になってますよと。I will be watching TV at home this time tomorrow。明日この時間を家でテレビ、明日のこの時間は家でテレビを見ているだろうというような役になります。基本構造ですね。will という助動詞。で、be 動詞の原型、そして watching っていうね、現在分詞。この構造がちゃんとなされているかっていうところをイメージしてください。ね、この構造があれば、ね、未来進行形ですよ、というところですね。はい。この明日のこの時間、this time tomorrow、家で、at home ですね。I will be watching TV、テレビを見ているだろう。この構造、そして、略ができるように、練習していただければなと思います。未来進行形のイメージなんですが、まず一つ、将来の行動をイメージしてください。きっと来年も卓郎しているだろう、ね、きっと来年も、もしくは来年はどっちでもいいですけども、卓郎しているだろうというようなイメージ、持っていただければなと思います。はい。で、自然経過ですね。今こうだけども、何年後かには枯れてしまうだろう。ね、それが木なのか花なのか、自分のですね、情熱なのか分かりませんけども、何年後か自然にですね、そういうふうになっていくっていうようなイメージ。終わらせるのが未来進行形ですね。次、相手の予定ですね。将来の予定、特に具体的な予定ですね。終わらせるのが未来進行形です。今後彼は医学部に進み、外科医になっていることだろう。そういうふうな予定を立てているっていうようなイメージ。よろしいでしょうか。まあ、未来進行形なので、まあ、将来の行動、今ではなくて将来、こうしているだろう、こうしているっていうような、まあ、将来の行動。で、ものですね、自然に枯れていくだろう、なくなっていくだろう、もしくは増えていくだろう、というような自然の経過を表すのが未来進行形。そして、自分ではなくて相手の予定ですね。の具体的な未来の行動というものが表すことができますよというところですね。このイメージができれば、未来進行形は OK です。次回はですね、未来完了形についてやっていこうと思います。この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。